皆さんこんにちは。キラーランキング2024年3月版。前回のランキングから早1年ということで、環境は結構変わったし、新キラーは3人追加で総勢34名。そのうちアイドルユニットを組めるぐらいの人数になってきました。なんならアンノーンの実装やいろんなキラーが強化予定のバージョン 7.6.0 の実装ももうすぐなんですが、今回はバージョン 7.5.2 まででランキングを作成しました。で、一応ランキングなんで細かい順位もつけてはいるんですが、メインはティア D から SS のティア表という感じで動画を作成しました。ご了承ください。毎度言っておりますが、あくまで一個人の評価です。評価は人それぞれなんで、エンタメとして見ていただければと思います。それでは今回もクソ長い動画ですが、よろしくお願いいたします。ティア D から順番にいきましょう。はい、ティア D トップバッターにして実質最下位、索敵に関しては最強ドクターでございます。隠れ話、究極の武器いりません。脅威範囲内のサバイバー全員を叫ばせる放電爆破、これ撃っときゃオールオッケー。さらに狂気度の上昇でサバイバーの近くにドクターの巨像が出てくるんで、サバイバーの位置が特定しやすく索敵に困ることはないでしょう。問題はサバイバーを見つけてから。一応ショック療法で板窓を封じることができるんで、板グルで板封じちゃえばいいじゃないって話なんですが、現実はそう甘くはない。チャージ中足遅くなる、サバイバーとの距離が離れる、ショック療法打つ、サバイバーが行動不能になる、追いつけない、これです。逆に板窓の真ん前で当てても行動不能になるまでのラグ、デトネーションの遅れのせいで板窓封じれません。基本アドオンの懲罰使わないとどうしようもないし、使ったとしても強ポジだと普通にきつい。そして最近は究極の武器対策で魂の平穏持ちが増えたことにより放電爆破も刺さりにくくなってるし、まあ索敵だけ強くってもね。案の定直近1ヶ月のドクターの殺傷率 51% で堂々の最下位でございます。そら無気力にもなるよ。レア度が高いアドオンはそれなりには強いし、未だにギデオンや小学校なら結構無双できるんですけど、安定して全滅するのは現状なかなか難しくて、得意の索敵すらメタラレ気味な環境なんでティア D でございます。ただ次回のアップデートでショック療法が強化されるようで、あーそれだけかーって感じではあるんですが、まあいい感じになることを期待したいですね。ティア D 二人目はクソダサ島村ボーダーロリコンド変態野郎ナイトメア。クールタイムは結構長いですが、発電機に一瞬でワープができるんで巡回力はそこそこ高く、発電機ワープでチェイスルートへ先回りできたりもするし、ドリームスネアは一箇所に追い詰めた時のチェイスならまあ強いかなとは思うんですが、ナイトメアの評価が高かった頃って何が強かったかっていうと、夢落ちの忘却、まあ今だと無感覚ですね。無感覚のボロ体封じと夢落ちしたサバイバーに勝手に修理遅延が入るアドオン、これら込み込みで強かったわけですよ。なのにこの辺全部没収されて、スネアも弱体化されて、気づいたら全部中途半端な性能の唯一着替えがないクソアドオンまみれキラーとなってしまいました。原作だと夢の中ではチート級の能力を持ってるナイトメアが DBD でやれること、スネアでサバイバーを減速させるだけ。スネアも距離取られたり板の先倒しには弱いし、そもそも夢落ちしてないサバイバーとのチェイスはなすすべなし。もうちょっとサバイバーが夢落ちした時のデメリットを増やしてほしいし、何よりアドオンよ、聞こえる系シリーズいらねえ。ドリームパレットもアドオン一枠最低枠するようなもんやし、火力不足やのにアドオンでの強化が見込めないのはしんどい。昔は徒歩最強とまで言われてたけど、ちょっと危機感持った方がいいよ。がしかしナイトメアの直近1ヶ月の殺傷率なんと全キラー中4位の 63%。 なぜだー。そんな予想外はありましたが、個人的な評価は変わりません。火力不足、アドオン最弱、着替えなしでティア D です。はい、ティア D3 人目はハグ。ウルトラレアドンの強化で飛べないハグの移動速度が約 4.7 メートル毎秒になって、途方位の高速ババアが誕生しましたが、さすがにワープした方が強い。罠を変えておけばサバイバーが踏んだ罠にひとっ飛び、救助狩りがしやすく、特に地下に釣った時はめちゃくちゃ強いキラーで、サバイバーが事故りやすいということもあって、昔はかなり評価も高かったんですけどね。2022年7月の大型アップデートでボロ体が標準装備され、破滅の弱体化と発電機キック環境への移行でキャンプトンネルが強い 4.4 族のハグにとっては厳しい環境になりました。その後もサバイバーがライトなしで罠を消せるようになるわ、 AFC が実装されるわで、ついに来た、こうな状況。
マネーのワープは距離制限があるし、しゃがみの罠回避、罠消し警戒でゆるキャンはマストだと思うんで、 AFC でそれが制限されるっていうのは痛いですね。広いマップやと罠を仕込むのに時間がかかるからマップにも左右されるし、事故らせてなんぼのキラーなんでパーティー相手にも弱い。まあ、ノラじゃないとなかなかハードラックとダンスしてくれないですからね。一応直近1ヶ月の殺傷率は 60%、 全体の12位と上位には入ってるし、まあ、仮説使えば強いんですけどね。個人的にはティア D です。ですがハグも次回のアップデートで強化予定。ワープ可能な距離が伸びて罠をかく時間も短縮。他にもちょこちょこ罠の強化は入るようで、なんか発動範囲だけは狭くされてましたけど、多少使いやすくはなると思うんでね、次回のアップデートに期待しましょう。ティア D 4匹目は帰ってきたデモゴルゴン。販売終了でツチノコぐらい見かけんくなってましたが、2023年11月に復活。いやーお帰りデモゴルゴン。でもティア D だ。シュレッドは小屋や窓枠にめっぽう強くて、イタグルは地形にもよるけど、それなりに対応可能。ポータル間の高速移動、ポータル付近のサバイバーの探知もできるんで、バランスのいいキラーです。ただシュレッドがまっすぐしか飛べないから、イタグルの地形によっては使えなかったり、巡回も索敵もポータル依存なんで、ポータル壊されたら使えなかったりで何かと不便。最下位常連の器用貧乏の時から比べると全体的に能力が底上げされて、アドオンも強くはなったんですけど、今となっちゃもっとお手軽に発電機近くにワープ、高速移動ができるキラーはいるし、ちょっとチェイス強いぐらいの2パン徒歩キラーじゃ限界はあるかなという感じです。あとは毎回言ってるけどやかましい。ポータル入る時にわざわざ叫んでセルフ通知入れるから、サバイバーの予備動作が早くなって距離取られやすくなるし、せっかくポータルから出たとたった5秒やけど探知不可になれるのに、ポータル移動したのがバレてるから大した奇襲になりません。足音もでかいしな。一度販売終了になって、もう調整もないやろなと思ってたんですが、なんと次回のアップデで調整予定。シュレッドが命中した時のクールダウン減少。それだけ？個人的にはね、ポータルをもうちょっとなんとかしてほしかったですね。デモちゃんは直近1ヶ月の殺傷率が 57% の27位。まあデータ通り器用やけど火力不足で厳しいかなと思うんで、ティア D にしております。ティア C 1人目は豚界のセクシーシンボル、ピック。しゃがみでいつでも探知不可になれるし、しゃがみ機種をうまく使えばイタグルで攻撃を当てることもできる。そして最大の強みはサバイバーが禁断のデルタゾーンを拝むことができることではなく、逆トラバサミ発電機の修理遅延、ワンチャン処刑もできるんで、ちゃんと逆トラバサミが仕事してくれれば不利な試合展開からでも巻き返せるキラーです。ですがそもそもダウン取るまでが地獄。しゃがみで奇襲とかステイン隠しはできるけど、チェイス力は絶望的なんで、一人目に逆トラ装着する頃にはグニャーって状況になってる場合も全然あります。ほんでなんとか逆トラバサミを装着してもそっからは運ゲー。サバイバーがすぐに当たりを引かないことを祈るしかなく、機械部品の箱とかの強いアドンを使っても処刑なんてほとんど決まりません。とまあチェイスきっつい割に逆トラバサミの遅延がバリバリ運ゲーというね、ティア D でもおかしくはない能力なんですけど、最近闇戸の対面や究極の武器で逆トラバサミの解除を妨害できるようにもなって、逆トラ処刑が結構決まりやすくなったし、一応殺傷率は 61% で6位とめちゃくちゃ上位。個人的にも結構全滅は取りやすい印象です。まあチェイスうまいサバイバーだらけの時は見るも無残な試合になることもあるんで、ティア C ぐらいのキラかなとは思います。で、ピックも次回のアップデートで調整予定になってまして、しゃがみ機種の性能が上がって、逆に逆トラバサミはちょっと弱くなるみたいですね。逆トラバサミへの依存度を下げるためらしいんですが、果たして本当にそれだけのチェイス力を手に入れることができるのか、楽しみですね。I will fucking kill you. 新キラーチャッキー、可愛さは圧倒的1位なんですが、能力はちょっときつい。ハイディフォーモードで探知不可になれるんで、奇襲がしやすく、身長がめちゃくちゃ小さいんで、発見されにくかったり、フェイントにかけやすかったり、スカートの中を覗けたりという強みがあります。そこに痺れる、憧れる。チェイスはハイディフォーが使えるときは普通に強い。切りつけがダッシュ系パーク使われようが追いつけるぐらいめちゃくちゃ速くて、射程も長いんで、ほとんどのイタグルで勝てます。その上、ステイン隠しでフェイントもかけやすいし、板の下もくぐり抜けれるんで、板の下くぐり抜けてからの切りつけとかはめちゃくちゃ強いですね。まあ、そんなわけで、チェイスはね、強いんですよ。ただ、このランクに甘んじてる理由、チャッキーの良くないところはというと、いろいろ、まあ、あるんですけど、結局ね、能力のリチャージの遅さ、これが一番かなと思ってます。
リーチャージさえ早ければ移動手段で切りつけ使ったりもできるから 4.4 速でも少しは巡回がマシになるし、もっと機種も決めやすくなるし、ハイディフォーモードの時間の短さも気にはならなくなると思うんですけど、リチャージ18秒は遅い。リンちゃんがゲージを吐き切った時のリチャージが15秒、ブライトの後藤くんリチャージが10秒、ゴッドなんて6秒で2等分回復する中チャッキー18秒遅い。まあ、このリチャージの遅さのせいでチェイス以外でハイディフォーが使いづらくなっちゃってるんで、調整はねしてもらいたいですね。というわけで現状チャッキーはティア C にしております。ティア C、 お次は DBD の顔クマさん。はい、トラッパーです。トラッパーは罠設置後5秒間 7.5% の迅速と罠の数2個プラスの強化が入りまして、設置作業がねかなり快適になりました。どんなにチェイスが上手いサバイバーでも罠にかかればサクッと捕獲できるし、どんなに困難でくじけそうになる強ポジも罠でぶっ潰せる。設置作業が快適になったとはいえ、相変わらず初動は遅いけどアドオンも強いし、罠がはまれば一気に逆転できる火力があり、特に地下フックや入り口と出口を塞げる固有2階のフックとかにね釣った時は無双できるキラーです。ただ誘導はできても罠を踏むかどうかはサバイバー次第なんで確実性がなく、トラッパーとしては罠を無効化されるっていうのが死活問題なわけで、罠の位置共有、チェイス以外のサバイバーの罠解除をバッチリ決めてくるパーティー相手はもうしんどいし、カラスの巣とか室内マップじゃ罠もうもろ見え。罠とは仕掛けられた側が知らず知らずのうちに被害を受けることを目的として、仕掛ける側が何らかの手段を密かに講じることを指す。知らず知らずのうちに無理がある。あとは発電機の仕様変更がどうなるかですね。キラー全般そうなんですが、基本トラッパーは発電機を固めるのがマストだと思うんで、かなり影響はあるんじゃないでしょうか。まあそんなわけで罠の設置作業が快適になったし、野良サバには強いけど能力自体が安定性に欠けるし、パーティーに弱くてマップに左右されるなど、なんか弱点めっちゃ多いな。まあそんな感じなんですけれども、トラッパーティア C です。UFC ことアルティメットフックキャンパー、世界ランキング1位カニバル。チェーンソーで一刀のもとに複数のサバイバーを薙ぎ払うことができるんで、それを恐れてサバイバーはフック前で圧倒的存在感を放つカニバルをただ眺めることしかできない。トンネルを阻止しようと肉壁に入っても無駄。引き殺されてあれいたのかになるだけ。そんなわけで一人格殺っていうのがめちゃくちゃやりやすいし、やっぱりワンパン持ちのキラーなんで、初動下ってもワンパン、さらにキャンプで一気に流れを変えられる。この辺がね、カニバルの強みだと思います。しかし、AFC の実装で DBD 名物、フェイスキャンプカニバルが弱体化。まあ、サバイバーがね、自力抜けしても、チェーンソーなら我慢をぶち抜いてダウンまで持っていけるんですけど、釣ってる場所、タイミングが良くないと普通に逃げられる可能性も全然あるし、まあ UFC のカニバルにとって AFC が厄介であることには変わりなし。チェーンソーもワンパンとはいえ、チェイスにおいては移動速度が速くなってそのまま板を割れるってだけの徒歩キラー。序盤はとにかくチェーンソーで圧かけて板を倒させて割りまくっていかないといけないんですが、5分が過ぎた頃、異変に気づく。板を割りまくったけど誰も釣れてない。まあこういうこともあるわけですよ。それをひっくり返すだけの火力があり、キャンプトンネルで一人ご利用して処刑できるっていうのは強いんですけど、 AFC の影響も少なからずあると思うんで、個人的にはティア C です。触手ペチペチで逃げるんじゃねえ、体を張れ。ロケランこそお前のプレイだろうが、そのでかい体はそのためにあるんだ。はい、ネメシスです。ネメシスといえばバイオハザードで重火器をぶっ放したり、壁なんか余裕でぶっ壊す圧倒的なパワーを見せてくれるんですが、 DBD ではたった一人の人間も壊せません。というか一発は愚か、食事の場合はまず感染状態にしないとダメージが入らないんで、ダウンに持っていくまで実質3パンする必要があり、変異度1の状態では食事で板を割ることもできないという軟弱っぷり。さらにロケランを忘れてまで連れてきたゾンビ2体はバカ。殺そう。ほぼ徘徊してるだけで移動速度はたったの1メートル毎秒と性能もかなり低いです。まあそんなわけで結構ボロクソ言われることも多いんですが、言われてるほど弱くはない。触手はとりあえず窓枠に強くて、変異度2で板にも強く出れるようになって、変異度3で射程伸びたら3パン必要だろうが、その辺の徒歩キラーよりも断然ダウンペースは速いし、チェイス力は普通に高い。ゾンビも9割バカやけど、1割ぐらいは修理妨害やチェイスルートを塞いで助けてくれるし、ちょいちょい策的の役に当たってくれます。ゾンビを触手で縛いた時の変異度上昇率アップアドオンの強化でがっつり養分になってくれたり、他のアドオンやパークで補助すれば結構いい動きしてくれたりもするんで、アドオンを使えばなんだかんだでバカにできない存在なんですよね。ただ超スロースターターなのは変わらないし、初動でグダると終わり。ひっくり返せるだけの火力はないかなと思います。
こんな時にロケランだろうって感じなんですけど、まあいろいろ喋ったんですが、結局ネメシスはロケランがないから悔しいです。はい、室内系マップなら最強額、私の推しキラーでもありますゴーストフェイス。闇の法要で探知不可になれるので、ステルス性能が高く、物陰からこっそり覗き込んで付け回しゲージを貯めてマーキングが完了すれば60秒間そのサバイバーをワンパン状態にできるという、まあ簡単に言うと変態ですね。変態じゃないよ、仮に変態だとしても変態という名の紳士だよ。単勝下で即殴りできたり、バレずにマーキングできればほぼチェイスいらずでダウンに持っていけるのが強みであり、サバイバーからすると急に無防備ドゥーンからのぬるっと現れてワンパンしてくる DVD でも数少ないホラーゲームしてるキラーです。そのわけでお忍びしやすい室内マップならめちゃめちゃ強いんですが、見通しのいいマップだとどうしてもサバイバーに見つかりやすくなっちゃうんでマップに左右されがち。パーティー相手の位置の情報共有にも弱く、ワンパン持ちとはいえチェイスはほぼ無能力の徒歩キラーなんで、バレずにマーキングできないとポジションによってはめっちゃ時間がかかったりワンパンできないなんてこともあります。まあバレて距離離されたり闇の法要解除されても、そのサバイバーを殴らない限り付け回しゲージはなくならないんで、無理に追わずにゲージを維持しといてワンパンが狙えそうな時にマーキングすればいいんですけど、現在ねメインで使われてる遅延パークってサバイバーをフックに吊るして発動するものがほとんどやし、殴らずに竹チェンバッカして勝てるほどこのゲームは甘くない。天敵の猫が弱体化して能力と波動が強化されて、さらに闇の法要の回復が早くなってと、昔に比べるとねかなり使いやすくはなったんですが、チェイスや能力自体がマップに左右されるしパーティーに弱いというところでティア C にしております。いやし、お次はガチムチノロマウサギ、ハントレス。ハントレスはテオノを投げて遠距離攻撃ができるんで、板窓に強く出れるし、テオノの射程はインフィニティ。射線さえ通ればどんなに距離が離れてようが攻撃を当てれるというポテンシャルの塊。さらにテオノは投げた後の硬直が少ないんで、負傷ブーストで距離が離されにくく、テオノでボロ体を潰して即ダウンに持っていけるんで、キャンプトンネルも強いです。ただ、テオノを思いっきり投げるために上半身を鍛えすぎたハントレスは代わりに速く走れなくなってしまいました。というわけで移動速度は 4.4。発電機巡回、やってられません。なのでキャンプ主体の立ち回りが多くなるわけなんですが、やってきました AFC。 まあ少し距離を取ってれば AFC のゲージはそんなにがっつりとは進まないし、距離を取ってても手斧で打ち抜けるっていうのはいいんですけど、トンネルはね結構やりづらくなったと思うし、得意の救助キャッチもできなくなりました。チェイスも板窓には強く出れるけど、車線が通らない時は徒歩で距離を詰めるしかなくて、有名なのがね背の高いオブジェクトの板グルなんですが、板前しか手斧を当てるチャンスがないからぐるぐるするしかないけど、 4.4 だからなかなか追いつけない。そして板前でサバイバーと手斧の投げる投げないの読み合いになるんで、時間稼がれやすいですね。ただハントレスは次回のアップデートで超強化予定、使ってないからわからないんですが、まあ調整内容読んだだけで強い気がしてます。まあ最初に言ったようにこのキラーはもうポテンシャルの塊です。めっちゃ距離離れてても一瞬車線が通れば打ち抜いてくるプロハントレスの強さは異次元けど、それぐらいの連動を高めないとちょっと環境的には厳しいのかなということで、現在のハントレスはティア C ぐらいかなと思います。ティア C、お次はスージーのスキン出しときゃ会社はホックホク、人気キラーリージョンでございます。グレンの狂乱発動中は移動速度が上昇、板窓を高速で乗り越えることができ、サバイバーを殴ると信用範囲内にいる深手状態以外のサバイバー全員を探知できて、殴るたびに加速していくので、殴って他のサバイバーのとこ行ってまた殴ってを繰り返して深手をばらまけるっていうのがリージョンのいいところですね。さらに狂乱の5連鎖目でワンパンが可能、5連鎖目はデフォで 6.0m/秒の板窓乗り越えられるというとんでもない性能になるんで、逃げるのは不可能に近いです。とにかく狂乱で深手をばらまいて深手治療させてる間に5連鎖のワンパン決めてくっていうのが決まりまくれば強いんですが、サバイバーもバカじゃない。狂乱がスタートするとちゃんと距離も取ってくるし、相打ちになろうが板当ててでも狂乱解除狙ってくるし、そもそも広いマップだと近くに誰もいなくて5連鎖どころか1回も繋がらないなんてこともザラ。というか5連鎖なんてね1回決まればいいぐらいのもんで、基本はね狂乱を切って普通に徒歩で追ってダウン取らないといけないっていうことがほとんど。そこで時間がかかるのがリージョンのきついところです。狂乱で深手を入れられるからデッドハードを潰せるのはいいんですが、それだけなんだな。位置共有でバラバラに動かれるとなかなか負傷もばらまけないからパーティーにも弱いし、それでさらに広いマップとかになるとちょっと勝てるイメージが湧きません。逆にギデオンとか狭いマップで眠気覚まし薬使うと躍動するんですけどね。マップに左右されるしパーティーに弱い徒歩キラーっていうことでリージョンティア C です。悔しい、ラストはローリーのお兄ちゃん。DVD でも全力でお兄ちゃんを遂行するマイケルでございます。
初動は足が遅いしサバイバーを凝視してティアを上げる必要があるんでスロースタート気味なキラーですが、ティア2に上がれば移動速度 4.6m/秒、通常の徒歩キラーの速度でありながら信用範囲が 16m と狭いんでサバイバーに接近しやすく、ティア3になれば60秒間のファンタスティックワンパンタイムに突入。ティア3は信用範囲が 32m に広がっちゃいますが、ゲージを寸止めしてティア2の状態で接近して背中に張り付いてからティアを上げればほぼ確実に1人はワンパンできるっていうのが強いですね。さらにマイケルで忘れてはいけないのがアドオン、永続ワンパン、8目目、手鏡。まあ、手鏡はね、ホラーやけどあんま強くないしネタって感じなんですが、永続ワンパンと立ち目目は激強。特に立ち目目はゼロ釣りのサバイバーだろうが強制退場させれる結構ぶっ壊れたアドオンで、もうサバイバーで肩を掴まれた時のあの絶望感たらない。そんなめちゃ強アドオンも持ってるマイケルなんですが、ティア2は使用範囲が狭かろうが、チェイスは乗り越えがちょっと早いだけの2パン徒歩キラー。とりあえずティア3にならないと話になりません。そのためにはサバイバーを凝視してゲージを貯めるっていう作業が必要になるわけなんですが、もちろんそんなことしてる間も修理は進んでくから、アドオンにもよるけどティア3中に2人以上はワンパンしていかないと巻き返せない。ただ1人目はゲージ寸止めでワンパンしやすいマイケルも、2人目となると信用範囲広がってるから接近が難しくなるし、高速移動もないし、包丁の持ち方がアメリカンスタイルになって射程がちょっと伸びるだけでチェイスも強いとは言えないから苦戦は必至。最強の立ち目目もまず一番に警戒されるアドオンなんで、上級者はねちゃんと対策してきます。まあ、そんなわけでアドオン含めてもマイケルはティア C にしております。ティア B、 1人目は次から次へとバグが発生するバグまみれキラー、スーパーバグルブラザーズツインズ。ツインズはお姉ちゃんがまああれなんですけど、ビクトルがめちゃくちゃ強い。移動速度が速くて常に探知不可。バグさえなければ飛びつきで板窓越しでも攻撃を当てれるし、置いとくだけでサバイバー探知機にもなってくれるんで非常に優秀。昔はその性能からビクトルでボロ隊を潰して飛んでるっていうのが強かったんですけどね。ボロ隊が信用範囲関係なしに発動できるようになり、2022年7月の大型アップデートでついにボロ隊が標準装備。同時に破滅環境から発電機キック環境になって、発電機を蹴る暇がないツインズはここで一気に評価が落ちましたね。さらに結局実装はされなかったけど、その後サバイバーゾンビ計画の話も出て、そん時はさすがに迷信出ましたよ。キャンプ、トンネルの強さは前世紀に比べるとかなり落ちるし、ただでさえビクトル操作中はほとんどのパークが発動しないのに、発電機を蹴る暇がなくてフックに釣るのも時間がかかるから、現在評価が高いパークとことごとく相性が悪いっていうのがしんどい。まあ、けど負傷ばらまいた後はビクトル無双で全ハイズリとかも狙えるぐらいのポテンシャルはあるし、破滅が一人サバイバーを処刑した後に勝手に相対しなくなったんで、ちょっと持ち直してる感はあります。ですがバグが多すぎて普通に使えなかったり、癖が多くて人気がないという問題も抱えてるんで、今年の春あたりのリワークに期待したいです。ティア B2 人目はハットの下はハゲ、デススリンガー。足が長いんですが痛めてるので走れません。なので 4.4 速、代わりに最大射程 18m の森をぶっ放す銃を所持しており、こちらが板ぐる窓枠にめっぽう強く、森はハンドレスの手斧よりも当たり判定が小さいんで、オブジェクトに阻まれてようがちょっとした隙間があればサバイバーを撃ち抜くことができ、エイム力は問われますがかなりチェイスが強いキラーでございます。同じ遠距離射撃系キラーのハントレスやトリスタと違って、デスリは銃で森をぶっ刺した後引き寄せて通常攻撃で殴るというスタイルなんで、 4.4 速不遇の状況下でもサージで遅延を入れることができるということで 4.4 族の中でも評価が高かったですね。ですが発電機巡回が絶望的で、キャンプトンネルが強いデスリにとって AFC 実装は厄介でしかなく、もう一つの相性抜群パーク、最後のお楽しみも弱体化。そして発電機の仕様変更後、発電機を爆発させまくるサージは発電機封鎖が起きやすくて使いにくいパークになってしまったということで、まあ、環境変化と相性のいいパークの弱体化で少し評価を下げているという感じです。まあ、一応ねリロードの時間はちょっと短くはなったんですけど、デスリはとりあえず信用範囲 32m をなんとかしてくれ。元は 24m だったんですが、遠距離攻撃可能なキラーで唯一鼻歌を歌ってないから歌えよってことで 32m にされて、サバイバーの予備動作が速くなり、射程に入るまで 4.4 で追わないといけなくなったっていうのがただただきつい。で結局トリスタは 4.6 になったし、ハントレスはねそもそも二重信用で接近しやすかったりもするからね。まあ、次回のアップデートでハントレスも強化されるし、デスリの信用もなんとかしてほしいですね。はい、ティア B3 人目はチェイスだけは激強、クラウンでございます。1人
人にペットボトルとか瓶を投げるのは良くないことなんですが、自分は加速瓶で加速して毒瓶でサバイバーを鈍速にできるんで、2つの瓶がはまった時のチェイスは激強。加速瓶は瓶が割れてから 1.5 秒後に発生する黄色のガスに触れないといけないんで、ちょっと使いにくくて生理的に受け付けない色もしてるんですけど、発電機巡回フックへの運搬時にも使えてチェイスでも大活躍。そして毒瓶、割れたら速攻ガスが発生して、ガスに触れたサバイバーは 2.5 秒間移動速度が 3.4 メートル毎秒まで落ちて、窓の高速乗り越えも封じれます。自分は加速、相手は鈍速の時のあの距離の詰まり方はめちゃくちゃ爽快やし、最後のお楽しみは弱体化してしまいましたが、最後のお楽しみと素早い残虐行為のクラウンは上級者でもまともにチェイスするのが難しいぐらいの強さでした。ただチェイスは強いなんですよね。1対1は強いけど、このゲームは4対1の変則デスマッチ。クラウンって割とダウンペース早いはずなのに、瓶の音とかガスでチェイスしてるのも位置もバレるからなのか、なんか一人と遊んでる間に発電機ポンポン直っていつの間にか通電してるんですよね。そして加速瓶があるとはいえ広いマップの巡回はきつい。となるとやはりチェイスで圧倒するしかないんですが、元も子もないこと言うとトコキラーなんですよ彼は。まあ徒歩の中では頑張ってる方なんじゃない？っていうだけで、2パンが必要な徒歩にはやはり限界があるってことでティアビーにしております。そんなクラウンですが、次回のアップデートで加速瓶が強化、そして手持ち瓶の数が増加するようなので、ワンパン瓶の手持ち数は最大5個に。というわけでチェイスで苦痛に耐えられぬ時はこれを使えばいい。地獄の罰で反問にできる強化が来ると思って楽しみにしていたら、やっぱダメだった。というわけでエクセキューショナー三角様です。三角様の強みは、地獄の罰で板窓はおろか障害物越しでも攻撃ができるんでチェイス力が高いこと。さらに地獄の罰は範囲内のサバイバー全員にダメージが入るんで、フック救助のタイミングで撃てば地獄の罰ダブルストライクでボロ体を潰してトンネルができるし、反問状態のサバイバーをフックではなく食材の檻というエセフックに送ったり、リーチのサバイバーはそのまま処刑が可能。食材の檻はオフレコ、DS、デッドハードなどフックに吊るすことで発動するサバイバーのパークも潰すことができるから、昔は食材の檻を使ったトンネルっていうのも強かったんですが、2023年7月バージョン 7.1.0 でオリキャンプ対策のオリへの接近距離が5メートルから10メートルに広がって、オリキャンプからのトンネルっていうのが難しくなってしまいました。そして地獄の罰ダブルストライクもタイミングが一瞬なんで、結構しっかりめにキャンプしないといけないのに、 AFC が実装されてからダブルストライクを決めづらくもなってて、キャンプトンネルが強いキラーなのにその強みが奪われつつあります。地獄の罰ももちろん当てられれば強いんですけど、読み合いに勝ち続けないといけないって感じの能力なんで安定しないし、外した時のリスクも考えるとちょっと使いづらさはありますね。で、2023年の5月でしたか、地獄の罰で反問を付与できる強化が入るぞということで DBD 界非常にざわつきました。 PTB も来ました。実装されませんでした。お約束ですね。いや、まあないやろなって思ってたけど、なんでその後弱体化までされてんねん。まあそんなわけで前回と比べると低めの評価、ティア B でございます。お次はナイト。長いリフレッシュ休暇から最近ようやく帰還しました。ナイトは3人の衛兵を1人ずつ順番に召喚して2マンセルで戦うことができるキラーで、衛兵に板を割らせたり、ダグル拒否ができたり、マップの外周に追い詰めて挟み撃ちすればほぼ角で殴れます。まあ追い方ミスるとジェットストリームアタックみたいになって簡単に攻略されますけどね。さらに衛兵を召喚できる範囲内であれば遠隔で発電機を破壊できるし、発電機の監視や修理妨害もできるんで発電機の管理がしやすく、特にキャンプしながら周辺の発電機に圧をかけれたり、フックへの運搬の前に衛兵を発電機に飛ばして修理の妨害ができるっていうのが強いですね。中でも執行人が超優秀、板割り早いは狩りの時間長いわでめちゃくちゃ重宝します。ですがチェイスは言うてそんなに強くない。結局衛兵は足が遅いんで単体で追わせても殴れることなんてほとんどありません。なので基本は距離を詰めてから衛兵を召喚して板を割らせたり、挟み撃ちを狙うことが多いんですが、マップ中央は逃げる選択肢がいっぱいあってなかなか挟み撃ちが成立しないから、板ぐる拒否しながら外周に追い詰めてとかやってると、まあなんだかんだで時間稼がれるんですよね。そしてチェイステグだってもキャンプウィズ発電機管理でなんとかなることも多かっただけに、発電機の仕様変更が痛い。衛兵で発電機を蹴ろうが漏れなく交代カウントに入るから、衛兵の 5% 遅延でゴリゴリ削るってこともできなくなったし、結局全キラー発電機破壊が 5% になって衛兵の発電機破壊のメリットもなくなってしまいました。
まあそんなわけで前回はティア A ぐらいの順位にしてましたが、発電機の仕様変更が個人的にはしんどいなと感じるので、今回はティア B にさせていただきました。はい、お次はお餅発射ロボシンギュラリティ。普通にお餅バズーカでサバイバー撃った方が早いんじゃねえって感じなんですが、シンギュラリティはお餅ことバイオポッドをマップの至るところにくっつけて、バイオポッドに視点を移すことができるんで、発電機近くにくっつけとけば発電機管理がしやすく、バイオポッドから数秒サバイバーをロックオンすると時空スリップストリームというなんかタコみたいなやつをくっつけれます。で、時空スリップストリームがついたサバイバーをバイオポッドから捉えるか、直接餅バズーカで撃つかで近くにワープができまして、ワープ後はオーバークロックモードに突入。オーバークロックモード中は板割り窓越えが早くなり、板当てを食らってもスタンせず自動で板を破壊できて、サバイバーが板を倒した時を見計らってワープしても板が破壊できるんで、この板の自動破壊とワープができるっていうのが強いですね。ただサバイバーは EMP というマジカルステッキでバイオポッドを一定時間使用負荷にしたり、時空スリップストリームを除去することができ、この EMP がマップ4箇所に無限湧きするから、結構頻繁にバイオポッドと時空スリップストリームは潰されます。バイオポッドに視点を移してスムーズにサバイバーを数秒間捉えないといけないから操作が結構難しいし、頻繁にバイオポッドに視点を移してスリップストリームをばらまかないといけないんで、とにかくやることが多い。そしてストリップ間違えました。スリップストリームが EMP でいとも簡単に潰される割にはオーバークロックも板の先倒しに弱いから、おいおいポンコツロボじゃねえかと思ってたんですが、まあやることも多いし難しいキラーであることには変わりないけど、発電機の管理能力は高くて EMP の回収が結構発電機の遅延になるから、ちゃんとスリップストリームを巻いとけば修理も進まないし、板の先倒しには弱いとはいえスリップストリームがついたサバイバーとのチェイスは結構強いです。まあ、EMP 持ちのカバーがきつかったり、火力が高いキラーではないから初動下るときつかったり、殺傷率もかなり低いキラーではありますが、難しい分ポテンシャルの高さも感じるんでティア B にしております。はい、ランキングには初登場です、ポコチンヘッドゼノモーフ。ゼノモーフはマップに数箇所生成される操作装置から地下トンネルに入り、トンネル内を高速移動することができます。トンネル内では地上にいるサバイバーの足音や発電機の音なども普通に聞こえるし、サバイバーが16メートル以内にいるとエフェクトも出るんで、巡回力、索敵力がともに高く、さらにトンネル内にいるときは能力ゲージの回復が早くなり、能力ゲージがマックスになるとクローラーモード、いわゆる 4TB モードになって、板窓枠に強く出れる残虐な尻尾攻撃ができるようになります。尻尾攻撃は当たり判定が小さくてちょっとずれるだけでも外れるから使いづらさはありますが、板窓越しで殴れたり目線の高さぐらいのオブジェクト周辺の板ぐるには強いです。ですがサバイバーが設置した火炎タレットの攻撃を食らうとクローラーモードは解除され、移動速度も一瞬遅くなるんで、これが単純に鬱陶しい。二足歩行に戻されて無能力徒歩チェイスになるのももちろん厄介なんですが、キラーなのにサバイバーに攻撃されるというあのストレスだからなのか、エイリアンというビッグタイトルからの参戦で人気キャラクターやのにそんなに見ない。まあトンネルに入ればすぐクローラーモードに戻れるから、解除されたら無理に追わずにトンネルに入って機動力を活かして負傷をばらまくで、クローラーモードで終える時にダウン狙っていくっていうのがハマれば強い。殺傷率も 59% で14位と、まあ上位の方でしょう。ただトンネルの生成位置には左右されるし、タレットをちゃんとチェイスポジに設置されてそこでチェイスを徹底されるとなすすべがない。尻尾攻撃も当たり判定が狭くて外れた時の硬直が結構長いから、ここぞって時にしか使いづらいし、能力のバランスが良くて立ち回りでなんとかできるキラーなんですが、個人的な評価はまあ中の上ぐらいって感じでティア B です。お次は疫病まみれのゲロを撒き散らすコンプライアンス的にアウトなキラープレイグです。プレイグは緑ゲロの衰弱ばらまきとそのままダメージが入る黒ゲロ状態のチェイスやキャンプが強いキラーで、緑ゲロはサバイバーに少し当てるだけで感染し、感染を走ったり発電機を修理したりで進んで勝手に衰弱になってくれるし、発電機にかけとくだけで触ったサバイバーが感染するオートシステムもあるんで、衰弱を簡単にばらまくことができます。サバイバーは泉で口をゆすぐと回復できるんですが、口をゆすいだ後の汚染された泉でプレイグは黒ゲロが使えるようになり、黒ゲロは広範囲に撒き散らせる遠距離攻撃なんでチェイス力が格段に上がります。基本的に泉で回復してもオートシステムでまたすぐ衰弱になって、ただプレイグが黒ゲロを使えるようになるだけなんで、サバイバーは試合中ほとんど衰弱状態を余儀なくされ、常にワンパンの状態が作れます。一人でも積極的に回復するサバイバーがいると衰弱を黒ゲロで追うというね、病地案件も作れるし、黒ゲロキャンプは衰弱
衰弱状態のサバイバーだとなかなか救助にも入れないんで、野良サバにはかなり強いキラーかなと思います。ただ衰弱をばらまいても黒ゲロが使えないときはチェイス無能力の徒歩キラー、状況適応能力が弱体化して少しはマシになりましたが、蜘蛛とかないとチェイスはきついし、さっきも言ったように野良サバには強いけど、パーティー相手だと回復のタイミングを合わせてきたり、救助に入る人だけちゃんと回復したりって感じで全然事故ってくれないんで、まあそうなるとね厳しい試合になることが多いです。まあけど野良サバ相手なら結構安定して全滅も取れるし、未だに評価は高いキラーやとは思うんですけどね。個人的に使うのが苦手で、サバイバの時もなんだかんだ脱出できてる気がするんで、ティア B にしております。お待たせいたしました。チュン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 、はい、ドレッチです。ロッカー間のワープができるんで巡回力が非常に高く、抜け殻チェイスは挟み撃ち、板のボディブロック、そのままロッカーへ飛んで先回りなどやれることが多くて、日没メーターがマックスになると発動する60秒間の日没が非常に強力。日没中は探知負荷、黄昏のクールダウン短縮、ワープ速度上昇、ロッカー付近のサバイバーの探知とドレッジ自体の性能が爆上がりし、サバイバー視点はめちゃくちゃマップが暗くなるんで、オブジェクトに引っかかる等のミスが起きやすくなります。ロッカーワープを使用、サバイバーを負傷させる。負傷状態の時間経過で日没メーターは溜まってくんで、発電機近くのロッカーに飛びまくって奇襲で負傷をばらまいて日没で一気にダウンに取っていくっていうムーブが強いですね。ただマップにはね左右されるキラーかなと思います。一部のマップでは発電機の近くにロッカーが全然ないなんてこともありまして、ドレッジがワープするために必要なロッカーのポジションが悪い、これを略してチンポジが悪いって言うんですけど、特にねランプキンレーンとかゴールドウィンドファームね、ランプキンの中央の道路とかひどいもんですよ。ほんとチンポジが悪い。ロッカーワープしてない時は普通の信用範囲32メートルですから、まあそうなるとね、もちろんサバイバーはすぐ離れてくんで、発電機の近くにロッカーがないっていうのはやっぱりきついですね。あとはね、チェイスポジの間隔がめっちゃ狭い時もきつい。まあこれはね、トーキラー全般そうなんですけど、抜け殻チェイスって追い込み量みたいな感じなんで、サバイバーに複数選択肢を与えちゃうと、ちょっと対応するのは難しいかなと思います。まあそういう時はすぐロッカーワープして竹チュンできるっていうのは逆に強みなんですけどね。そんなわけで、とにかく日没で上振れれば強いキラーやけど、マップに左右されるところもあるんで、ティア B にしております。ティア B ラストはアーティストでございます。アーティストの強みは言うまでもない、スリットだろう。はい、アーティストはカラスで遠距離攻撃が可能。カラスは障害物貫通、射程インフィニティなんで、極論どこにいてもカラスでサバイバーを攻撃できるというポテンシャルの塊。まあさすがに、あのアーティスト、あの場所から一歩たりとも動いてないんだ、みたいなのは現実的には無理ですけどね。カラスは近距離であればそのままダメージが入るんで、板の前にカラスを置いておくだけで板ぐる拒否ができるし、カラスをくっつければ強ポジだろうが何だろうがおかわりカラスでダメージ入れられるんで、ちゃんとカラスを当てられればチェイス力はかなり高いですね。そしてキャンプしながら発電機にカラスを飛ばして修理妨害や、あわよくバーフ症もばらまけるし、アドオンの切断された手使用時に限られますが、救助タイミングのツインバードストライクでどちらか片方にダメージを入れられるんで、キャンプが強い。AFC はもちろん厄介ですが、どの道アーティストはフックに近すぎるとカラスは出せないし、ツインバードストライクで遠距離キャンプもできるんで、未だにキャンプ主体の立ち回りで輝くキラーだと思います。弱い点は苦手マップが多いところで、極論どこにいてもカラスでサバイバーを攻撃できるとは言いましたが、あれは嘘だ。カラスは上下のコントロールができなくて、まあ、ちょっとした高低差ぐらいならいけるんですけど、2階層のマップやバダムやランプキンといった半地下や家の2階に発電機が生成されるマップ、高低差が多いバックウォータースワンプなどはカラスで索敵もしづらくなるし、カラスをくっつけた後に逃げられやすくもなるんで、やっぱり火力は落ちますね。そんなわけで平面マップでちゃんとカラスを当てられれば強いんですけど、苦手マップの多さでティア B にしております。はい、ここからティア A、 1人目はレイス。透明化中は文字通り透明になって探知負荷、移動速度もかなり速くなるんで、発電機を高速で巡回しつつ奇襲で負傷がばらまきやすいというのがレイスの強いところです。チェイスは透明化の解除ブーストしかないから、まあ弱くて、いつかはやがていつかはとそんな甘い毒に踊らされて一人を深追いし続けたら地獄を見るんですが、さっきも言ったように奇襲で割と簡単に一発入れれるキラーなんで、一発入れてちょっと折ってちょこちょこ板を消費させつつ、タゲチェーンを繰り返しながら隙ができたサバイバーを買っていくっていう立ち回りが安定して強いかなと思うし、アドオンが種類豊富で強い。さらにマップにもあんまり左右されないんで、そこも評価は高いです。ただ奇襲しながら発電機
期決定遅延も入れていかないといけないんで、発電機封鎖のリスクも結構高くて、採用率が高かったイラプションが使いづらくなったし、新環境のやりづらさはちょっとあるかなと思います。あとは予備動作がめちゃくちゃ早いサバイバーだらけとか、情報共有でしっかり対策されるとなすすべないっていうのはありますけど、そんなサバイバーと当たったらほとんどのキラーが勝てへん。殺傷率は 59% で16位と何とも言えない順位なんですが、使用率が3位なので、まあよく使われてる分仕方ないのかなと。とはいえ TIA にするかはちょっと迷ったんですけどね。マップに左右されずちゃんと負傷を負ければ結構安定した勝率を残してくれるし、可愛いだなんだ言われてるけど、個人的にサバイバーでマッチしたくないキラーでもあるんで、ティア A にしております。ガンサンバー、ティア A2 人目はリワークされたトリックスター。もともとちゃんとナイフを当てられさえすればチェイスはかなり強いキラーだったんですが、リコイル制御しつつエイムを合わせ続けないと火力が出ないんで、特にコントローラー操作がきつかったし、疾走感あるのに全然前に進んでない 4.4 速ということもあって、状況適応能力弱体化前はだいぶしんどかったんですが、まさかの移動速度 4.6 への昇格。熱傷メーターが6本から8本に引き上げられるというマイナスはありましたが、リコイルもなくなったし、メインイベントの発動に必要なナイフの本数が大幅に減ったんで、個人的にはねめちゃくちゃ使いやすくなりました。まず 4.6 になったってだけで地獄の岩ぐるみたいな、まあ、とにかく車線切れるところでぐるぐるされて時間稼がれるってことはなくなったし、リコイルないから全然当てやすい。当てやすい、はい、当てやすい。裂傷メーターが8本になったとはいえ、基本ナイフで負傷まで持っていけばメインイベントが使えるから、私個人は以前より断然ダウンペースは上がったし、ナイフ投げの速度が遅くなるという PTB からの弱体化が、これワンチャンナーフじゃねってなってたけど、再調整されて結構いい感じにはなったんじゃないでしょうか。まあ、レリーやホーキンスなど一部室内マップは車線切られやすかったりもするんで、ちょっときついっていうのはありますが、相変わらずキャンプトンネルも強いし、メインイベントが即ダウンも持っていけるぐらい火力が高いっていうことでティア A です。殺傷率は26位と微妙な、というかもう下から数えた方がね早いんですが、使いやすくなったとはいえやっぱり難しいキラーであることには変わりないんで仕方ないかなとは思います。目を見た瞬間に死んじゃってるんですよね。怖いですよね。調整されまくって完璧で究極の貞子を爆誕しました。前回のランキングから2段階リワークが入ってかなり評価が上がってるんですが、まず2023年7月に能力がリワークされて、細かい調整内容は割愛しますが、この時は主に受殺がしやすくなる調整って感じで、フックに一度も釣らず受殺を狙う這いずり受殺貞子が猛威を振るいました。殺傷率のデータはこの時の貞子なんですが、 67% の2位ということでかなり強かったのがわかります。そして再度リワークが入りまして、幽体化中も渇望が溜まるなどの幽体化の強化、不限界の切り替え時の移動速度上昇、ワープ後の移動速度ブーストの時間増加でチェイス能力が向上、ワープのクールタイムが撤廃され、ワープ時に電源のついた全てのテレビの16メートル以内にいるサバイバーに呪いを付与できるようになったんで、呪いゲージがより溜めやすく、さらに拡散しやすくなって、サバイバーをフックに吊るすと1回につき最大3ゲージ呪いをロックしてくれるようにもなりました。もともと貞子はテレビワープの発電機巡回と幽体化のステルスは強かったけど、チェイスがきつい、呪いが意味ないという問題を抱えてたんですが、チェイス力が向上し、呪いは理不尽というほどでもないけどサバイバーに脅威を与えるレベルになって、呪いゲージを下げるためのビデオ返却は一番遠い位置にあるテレビに変更されたんで、遅延もできるようになってます。PTB の時から弱体化されての実装だったんで、その時はね這いずり受殺貞子の方が強いかなっていう感じだったんですが、結局また強化が入るというトリスタムーブにより、個人的には今までで一番強い貞子になったと思ってます。まあ、チェイスが強くなったとはいえ、言うて徒歩キラーなんでなかなか負傷を負けなかったりするとしんどい状況にはなるんですけど、その時もメメントで一気に展開を変えれるのは強い。そんなわけでワンチャンもっと上でもいいかもしれないとは思いつつ、ティア A にしております。お次は今年の夏、水着スキンが来ると俺は信じている、スカルマーちゃんと。リワークで能力がだいぶ変更されましたが、複雑すぎる。もうドローンからビーム出るとかにしてくれ。まずドローン設置後は8秒間探知不可になれるんで、ドローンを連続で置きまくって、ドローンを回収してまた置いてを繰り返せば、ほとんど探知不可の状態で動けるから、ステルス性能はかなり高いです。でドローンのスキャン範囲に入ったサバイバーはロックオンが1つ溜まり、3つ溜まると衰弱になってクロートラップが腕にガッチャンコ。クロートラップが装着されたサバイバーの位置は手元のスマホで確認することができ、人数に応じて移動速度も上昇します。
さらにクロートラップがついた状態でドローンにスキャンされたサバイバーは移動速度が5秒間 10% 減少。同じ場所で痛苦されてもドローン置いとけばクロートラップでダメージ入れれて、移動速度減速のデバフもあるから痛苦拒否ができるし、単純に探知負荷でステインが消えるんで読み合いでミスってくれることも多い。でなんか気づいたら誰かクロートラップ装着されてたりして勝手に足が速くなってます。そんなわけで普通にチェイス強いし、探知負荷があるから負傷もばらまきやすい。発電機近くにドローン置いとけば解除されてるかどうかで発電機もある程度管理ができるんで、ドローン置くだけのお手軽操作の割に強くて優秀なキラーやと思います。強いて弱い点を挙げるならやはり徒歩キラーなんで、チェイスがうまいサバイバーだらけとか、探知負荷やのに予備動作めっちゃ速いサバイバーだらけやときついってことぐらいですかね。個人的には結構安定して全滅取れるキラーやし、殺傷率もぶっちぎりの 70% で堂々の1位。ただ TIS あるかと言われるとって感じなんで TIA にしております。I'll see you dead。 はい、7分金髪サングラスといえばそうです、キャスケホンダではなくウェスカー。使用率5位、殺傷率10位、バイオのラスボスだけあって人気も実力も兼ね備えたキラーでございます。モードグバウンドは窓枠や小屋中には強いけど、板グルには弱いんで、とりあえずどこでも強いってわけではないですが、マップの外側とか投げる方向によっては秒速ノックダウンにも持っていけるし、ウイルスが完全感染したサバイバーは 8% 足が遅くなるんで、ハマれば強い。バウンドで高速巡回もできるし、ウイルスを感染させれば感染治療が発電機の遅延にもなるなど、能力のバランスも良くて、脅威範囲がキラー唯一の40メートルなんで、現在最強の索敵パークだと言われている究極の武器とめちゃくちゃ相性がいいんですが、なんかこのパークは必須みたいなのがないんで、まあ、それだけ全体的にハイスペックな能力なんだと思います。弱い点は板グルに弱いところとチェイス依存なところ。そもそもバウンドを当てないと感染させれない、それすなわち遅延も入れられないわけで、バウンドを当てないと話になりません。なので板グルで下って全然感染をばらまけなかったり、時間稼がれるだけでも結構しんどい。それなのに彼のように自身のハイスペを過信し、一人に固執して7分だ7分だけ相手をしてやるみたいなことやってると普通に通電します。まあハマれば強いけど、個人的にはチェイスでのゴリ押しには限界があると思ってて、全滅取れない時はやっぱり感染負けてない時が多いんで、まあ何が言いたいかというと、ウェスカーを使ってもウェスカーのように立ち回ってはいけない、そういうことです。そこまで原作を忠実に再現しているなんて、いやー素晴らしいキラーですね。現在もっさりコンボバグとコンボを外してオブジェクトに当てた時一瞬フリーズするバグ発生中。鬼。もっさりコンボは視野角を広げたせいかなって思ってたけど、まあバグでしょう。こんなコンボじゃ遅いぞナッパになるのは目に見えてるんで、早く直してほしいですね。鬼の通常モード、まあ賢者タイムですね。賢者タイムはただの徒歩キラーなんですが、サバイバーを殴ると結婚の代わりにイクラを放出するんで、強くなりたくばイクラを食らえ。そしてイクラを吸収して能力ゲージがマックスになると血の怒りが発動可能になり、血の怒り中は高速移動とコンボワンパンができるようになるんで、この状態になったら手がつけられない強さ。鬼ダッシュからのコンボは鬼の進行方向を見てから反応してたんじゃ間に合わないんで、板グルや窓枠も2択の読み合い、サバイバーは外したらワンパンです。複数人ダウンも狙いやすいから、一発で流れを変えれる爆発力も持ってるし、常に血の怒りが使えれば間違いなくティア SS でしょう。ただ鬼には賢者タイムがあります。サバイバーもイクラを貯めさせないように序盤から結構板切ってくるから、初動は下りがちやし、血の怒りで巻き返せるとはいえ、賢者タイムの時に毎回時間かかってたらさすがにきつい。そしてキーマウとコントローラーの性能の違い。もちろんコントローラーの性能の違いが戦力の決定的な差にはならないんですけど、ダッシュコンボの旋回角度がデフォで最大90度なのに対し、キーマウだと180度曲げれるんで、まあ、やっぱりやれることは多くなりますよね。まあけどコントローラーでも十分やれるキラーですし、究極の武器や隠れ場なしといった強い索敵パークが追加されたおかげで、鬼の火力がめちゃめちゃ生きやすくなったと思います。殺傷率は 58% の21位と、なんか思ったより低かったんですが、難易度はまあまあ高い方なので仕方なし。賢者タイムはきついけど、血の怒りの強さは申し分ないということで、ティア A です。はい、ついにティア S、一人目はスピリット。いやー、けしからん。リンちゃんはとにかくフェイズウォークが強い。
高速移動ができるのはもちろんのこと、音で方向が分かるようになったとはいえ、ステインは愚か、姿が見えないからサバイバーからすると駆け引きもクソもあったもんじゃない。同じくリンちゃんもサバイバーの姿が見えなくなるから、しゃがみや歩きを多用されるとドンピシャでサバイバーを捉えるのは難しいんですが、負傷者はうめき声で追いやすくなるんで、対負傷様のチェイスはめちゃくちゃ強いですね。ただ通常は 4.4 族、能力が使えない時がしんどい。以前はフェイズウォークのリチャージ中も棒立ちフェイントでお茶を濁すことができたんですが、今はフェイズウォークしてるかしてないかが音でもろバレなんで、基本通用しないし理不尽な強さではなくなりました。さらに指輪の弱体化がね、フルパだろうが圧倒的なチェイス力でゴリ寄せた最強アドオンやったのに、デメリット効果はそのままで、フェイズウォークの速度アップ効果が 15% も減らされる始末。鋼の石子とアイウィル使用者は減りましたが、オフレコ使用率は結構高くなってる気もするんで、トンネルしづらくなるのはもちろん厄介やけど、うめき声が聞こえなくなるのは痛い。まあそんな感じでアドオン含めちょこちょこ弱体化はされてるんですが、殺傷率が 61% の8位につけているというだけあって、未だにチェイスがめちゃくちゃ強いキラーであることには変わりなし。やっぱりね、フェイズウォークは強いよ。操作自体は結構簡単な割に常に5本の指には入ってきた強いキラーなんで、 CS 勢の自分も本当にクソお世話になりました。というわけで、常に2位とかにしてきた時から比べると性能は少し落ちるんですが、なんだかんだでフェイズウォークが強くてチェイスでゴリ押しできてしまうということで、リンちゃんティア S です。はい、ヒルビリーティア S、 ついに強いビリーが帰ってきました。その昔 DBD はナースとビリーの二強時代でした。しかし運営に目をつけられたビリーは2020年7月に弱体化。それでも一部の変態たちは彫刻で活路を見出して戦ってたんですが、ちょっと前に彫刻すらも奪われそうになりました。そんな地獄を経験してきたキラーです。面構えが違う。化し続けたり連続で使用するとオーバーヒートを起こして使えなくなるポンコツチェーンソーとおさらばして、おニューのチェーンソーを手に入れたヒルビリー。チェーンソーダッシュの速度アップやクールダウンが短くなるなど性能が軒並み向上。さらに新たな力オーバードライブも手に入れました。オーバードライブ状態になると以前の彫刻2個積みよりもチェーンソーダッシュが速くなる上にチャージ速度も速い。何よりクールダウンが短いのがめちゃくちゃ強かったんですが、さすがにそこは弱体化を受けまして、強化直後のビリーに比べるとちょっと弱くはなってます。まああれは距離離れなさすぎで理不尽な感じやったんで仕方ないですね。ただそれでも常にマップを高速巡回できる機動力とワンパンの火力がチェーンソー強化で生き生きしてるんで、まあ最強額にはなったんじゃないかなと思います。強いて弱点を挙げるなら、室内マップは巡回性能がガクッと落ちるってことぐらいですかね。オブジェクトの当たり判定が狭くなったとはいえ、チェーンソーのスピードも上がってるし、オーバードライブ状態で室内を疾走するのはやっぱり限界がありました。そんなわけで強化前も一部の変態が極めし彫刻ビリーは強かったんですが、そんな人たちが今のビリー使ったら普通に環境トップクラスやと思うし、苦手な自分ですら全滅率は格段に上がってるのでティア S にしております。The box. You opened it. I came. ティア S、 お次はお前もド M にならないか、 SM の伝道師セノバイト。脅威鎖をぶっ刺すとサバイバーを拘束して動きを止めることができるんで、サバイバーとの距離が詰めやすく板回りのチェイスも強い。そしてチェーンハンティングが発動すると全自動で鎖がサバイバーを拘束して行動を妨害。まあ、こうなるとまともに発電機の修理とかやってられないし、サバイバーは定期的にルマルシャンの箱を拾いに行って箱の仕掛けを解かないといけないんですが、箱を拾ったサバイバーをダウンさせれば箱を奪い返してチェーンハンティングをループさせることができるんで、セノバイトはこの箱ループが続くとめちゃくちゃ強い。ただ箱の出現位置はあくまで予測するしかなく、溜め込み屋で箱拾いを探知することができなくなったんで、常に箱ループを決めるというのは現実的には難しいです。ですがそもそも箱を拾って仕掛けを解くというタスクが発電機の遅延になるから、箱の存在自体が強い。そして箱があるから1人減らした後の安定感が半端ないキラーにもかかわらず、脅威鎖を当てたサバイバーを深手にしてボロ体、オフレコ、デッドハードを潰して楽々トンネルができちゃうアドオンまで持ってるというド S っぷり。殺傷率も 63% で3位ということで盤石な強さですね。ちゃんと釣り回数に余裕のある人が順番に箱を拾いに行って、他はしっかり発電機回すって感じでバッチリ連携取られるとちょっときついっていうところはありますが、脅威鎖をちゃんと当てられればチェイスもそれなりに強いし、かなり不利な状況からでも箱ループで盤面制圧して一気にひっくり返せるから、フルパー相手でも全然戦えるキラーです。野良相手なら安定の強さやし、マーちゃんとか貞子に殺傷率で遅れは取ってますが、なんだかんだで徒歩キラー最強はセノバイトかなと思うのでティア S です。
はい、ティア SS、オブジェクトにペガフして攻撃するぶつかりハンティングキラー、ブライト。オブジェクトにペガフを繰り返して高速移動ができるし、細かい旋回こそできないものの、突進で速攻距離を詰めれたり、直線の板ぐるには非常に強いんで、とにかく機動力が半端ないキラーです。ただオブジェクトの当たり判定やマップを細かく把握してないと使いこなせないし、テックもいろいろあるから難易度はトップクラス。だからこそポテンシャルはめちゃくちゃ高いですね。そんなわけで前回と変わらず2位という位置づけにはしてるんですが、ブライトは一部アドオンが弱体化。特にアドレナリンの小瓶と破滅したカラスのセットは突進くっそ早なるわ、突進のトークンリチャージも早いわで、めちゃくちゃ猛威を振るってたんですが、それはちょっと世間は許してくれませんよ。ただ速度がちょっと遅くなったぐらいで、なんなら視野角調整機能で視野角を広げれるようになったから、正直ブライトをたまにしか使わない自分はキラー視点であんま違いがわからん。さらにウルトラレアドンが無限突進というめっちゃぶっ壊れたアドオンになってかなり騒がれてたんですが、弱体化されて実装後、現在はまた効果が変わってて、なんかもう迷走してるよね。結局ブライトは今後のリワーク予定にも入ってるし、なんで今アドオンだけ弱体化したのかが謎で、彼は現在バグまみれです。ダブルスタンするわ、手に注射器刺さるわ、突進のエフェクト出たまんまになるわで、もうすごいことになってます。まあアドオンの弱体化はあったにしろ、元々のブライトの性能が高いんで、アドオンが弱体化されようが個人的には評価はあまり変わらず、少し1位のあいつと差がついてしまったかもしれないけど、未だにポテンシャルがめちゃくちゃ高いキラーやと思うんで、ティア SS でございます。強靭、無敵、最強。キラーではない、神だ。はい、ナースです。ですね。いる?こいつの説明。他のキラーがイタグルとかで苦しんでる中、一人だけあらゆる障害物を貫通してサバイバーにダイレクトアタック。ブリンク後の攻撃が特殊攻撃になるという弱体化が入ってからも衰え知らずの最強キラーです。レリーやラクーンといった視線が切れやすくて見失いやすいマップはブリンクの難易度が跳ね上がるんで、苦手マップはあるっちゃあるけど、それぐらいのハンデがあるぐらいでちょうどいいんじゃねえっていうぐらいのスペックしてるし、現在は隠れ話や究極の武器もあるんで、パーク使えば何ら問題ないって感じですよね。ナースも視野角調整機能はプラスやし、このキラーの問題は難しいってだけで能力は圧倒的に強いでしょう。ただ殺傷率は 54% で30位。すんごい矛盾してるんですけどね。まあ他のキラーの評価は人それぞれやと思いますが、トップは皆ナースなんじゃないでしょうか。というわけでナースファンの人には大変申し訳ないんですが、本当に喋ることがありません。ティア SS、 今回もトップナースでした。はい、というわけでこちらがダーオカのキラーランキング2024年3月版でございます。また数日後には新キラーのアンノーンも追加されるし、強化が入るキラーもいっぱいいるんで、評価もまたコロコロ変わるとは思いますが、一旦バージョン 7.5.2 までを独断と偏見まみれで評価しております。個人的にはチャッキーもうちょっとなんとかしてほしいんですけどね。ヒルビリーやサダコはすごくいい調整だったと思います。特にヒルビリーは長らくひどい扱いを受けてたんでね。まあ、また違うキラーにもね、同じようにいい強化が入ることを期待したいです。いやーけど34人は多い。制作にもかなり時間がかかりましたし、作ると言ってめちゃくちゃお待たせいたしました。まあ、見たいと言ってくれる人がいればまた頑張って作ろうとは思うので、感想などのコメントお待ちしております。それでは長い時間ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。